リニューアルに向けて工事を進めていた竹島水族館、その内部が今日報道陣に公開されました。新館を増設して敷地面積はおよそ2倍に。目玉となる展示は、こちらのエリアに入っていきますと、タカアシガニの裏側を見ることができます。新しい水槽では名物のヒモカワ深海生物を下の角度からじっくり楽しめちゃうんです。幅7メートルもある巨大水槽でタカアシガニものびのびと過ごしていました。さらに拡大されたアシカエリアでは、アシカの仲間オタリアのラムちゃんがお出迎え。リニューアルのポイントは、大きく変わったのがこの水の中が完全に見えますので、ラブちゃんの泳いでる全体の姿がはっきりとお客さんから見ていただけるようになりました。好奇心旺盛な子なので、こうやってガラスの前に人が来ると誰って覗き込んできてくれます。かわいい。さらに屋外の新エリアにいるのは、あれ何もいない。いやいや、よく見てみるといました。カピバラです。警戒心が強いそうで、環境に慣れるまで草むらに隠れていました。そこで待つことおよそ1時間、ようやく慣れてきたのか、みんなの前でむしゃむしゃ。今まではまず屋内、木もあんまりなくてっていう、ちょっと寂しいような環境にいたので、今は日の光も当たって植物もたくさんあって、なるべく自然に近い状態で環境で過ごせるようになりました。生き物が広い空間で暮らせるようになった今回のリニューアル、来館客も生き物の魅力をより感じられるようになっています。だいたい総工費が7億円ぐらいかかってますね。借り入れをしまして、建てたので、より貧乏水族館になりました。より生まれ変わった竹島水族館ですが、かつては貧乏水族館として廃館寸前とまで言われたことも。館長をはじめとしたスタッフたちの努力によって現在の状態まで立て直すことに成功したのです。しかし今でも経費削減のためにいろいろと工夫をしているそうで、もう植物も選ぶところから、土入れも自分たちでやって、植えるのもやってっていう、もう本当に手作りで、作りました。体重100キロ近くあるので、人の力で運ぶのはまず無理だろうなということで、ラブちゃん自身に歩いて引っ越しをしてもらおうということになりまして、無事にラブちゃんも大変賢い子だったので、トラブルなく引っ越しが完了いたしました。動物たちも一緒になって水族館総出でリニューアル。今まではちょっとお世辞にも広くて快適な水族館とは言えなかったんですけども、今回それを全て解消しまして、いいところは残しつつ、さらに進化させて、お客さんがより楽しくゆったりと水族館味わえるようになりましたね。メディア向けの公開が終わると、一般のお客さん向けのプレオープンが開始。リニューアルの感想を聞いてみると、敷地も広くなって、あともうパッと見もすごい新しく綺麗な感じがするんで、すごいいいなって思います。びっくりですね。お金がないイメージだったんですけど、こんだけいろんな展示方法があって申し訳ないと思います。グランドオープンはあさってです。